勝てないのが当たり前の今シリーズだが、特に最近は勝ててなくて現在4連敗中だし、借金も16まで膨れ上がっちゃった。そんな流れでプレーするのは阪神タイガース3連戦、現在3位につけているチームで、そしてリアルな阪神はうちと同じく最大借金が確か16とかそれくらいあった時期もありましたよね。そんな阪神はこれから始まる CS ファーストステージに進出するわけですから、まあそれは別にうちには何の関係もない情報なんですけど、うちも同じような借金を抱えてますけど、じゃあ阪神のようになれるかって言ったら、いや、なれないと思うし、なれない。とりあえずそんな話は置いといて、今日まず連敗を止めていきましょう。先発はエースの大野雄大ですからね。また4連敗と大型連敗が始まりそうな予感がしてる我が中日ドラゴンズ。前回の連敗は10連敗まで行きましたけど、今回の連敗はどこまで伸びるのか、ここで止めるか止められないかで、多分それを超えるか超えられないか、それも決まってくるんじゃないですかね。そんなもの超えたってしゃあないしな。できれば大野雄大には抑えてもらいたいが、状態の悪さもあるし、でも初回抑えてくれましたね。2回も抑えてくれる。さすが、状態悪くても抑えてくれるのが本当エースって感じだよな。やっぱ中日には大野雄大がいて、いやーでもいない方が逆に良かったかなって感じもするな。大野雄大がいなくて今この状況ならば、なんか仕方ないじゃん。リアルな阪神だって同じだったやん。この時期たくさん負けていたけど、その時期に青柳がおらへんかった。でもうちにはもう大野雄大が開幕からずっといて、この状況が出来上がっていて、これだけの借金を抱えていて、今連敗中で同点に追いつかれて、ノーアウトランナー二塁のピンチで抑えますよ。頑張ってね。やるわけにはいかないので、一塁線の打球ビシエダが取って、ワンアウトもランナー三塁か。次の得点入ったら確実に負けるので、今の展開考えたら。どうする、大野雄大変えたところでって感じするし、もうここまで来たら大野雄大で行こうか。別のピッチャー出したところで抑えられる感じもしないしな。あーい、こんなにも弱々しいのに、いや弱々しいがゆえにそこに落ちちゃう。ちょうどよく落ちちゃって2点目が入る。本当に守りきれないし、悲しいくらいに守りきれないし、でもそれを悲しいと思う。なんかフェーズは超えたな。もうこれが普通だよねって感じになっちゃってるの。ごめん、こんな風になっちゃったらダメだな。分かってるんだけど、思わずなっちゃってる現状がここにあって、負けるのかな。負けるよな。あー、最後ランナー出すもいつのものパターンですね。それを返せない中日ドラゴンズ。大野雄大でも連敗を止めることはできず、対戦成績も1勝6敗と阪神に対してかなり分が悪いうち中日ドラゴンズ。最初に取った得点はこっちだったんですけど、その後は全く得点入る気配はなく、9回ツーベースで福田が出塁しとんねん。でもその流れで阿部三振、ビシェドライトフライト。もうやめてそれ。いつもとは違う中日ドラゴンズを見せてくれたら、俺だってもっとやる気が出るし、おってなれるんだけど、おってなれないじゃん。いつもの中日ドラゴンズをこうやってまざまざと5月に入っても見せつけられたらさ、モチベーションが上がらないことが何かこのシリーズプレイヤーとしてもダメな部分かなと思うんだよ。もっとモチベが高く強いチームだったら俺だって頑張ろうと思うんだけどさ、結局抑えてもって感じもするし、結局打ってもって感じもするし、全ての歯車がずれてるからこそあかんって感じ。大野雄大が対左 D 獲得条件クリア。負けたゲームなんですけどね。もともと苦手にしてた部分を克服して普通になったって感じですね。左に弱いイメージないんですけどね。でもついてたんだ。で、中日が5連敗中、今季2度目のな、応援の意味を込めてメガホン、意味あるかな。でも作ろう。前回作った時は全く関係のない選手が状態上がりましたけどね。今回はいい選手が上がることを期待。オーダーの入れ替えとか特にないですね。こんだけ負けているんだったら何か入れ替えろよって自分でも思うし、多分視聴者のみんなも思ってるはずなんだよ。でもなんだろう、もういじったところでって感じ。さっきから言ってる通り、とにかくモチベが低いんすよね、今シリーズ。頑張ってやろうと思う気持ちがあるのであれば、いろいろといじるし、いじらなきゃダメなのは理解してるんだけど、モチベーションが低すぎて、別にいじったところで今のこの現状が変わるかって言ったら変わらない。ここまで負けてるチームはちゃんとした理由があって負けてるんですよ。単純に弱いから。なんかちょこっと変えるだけで強くなれるんだったら、中日はもっと早く強くなれてる。でもリアルがあれで、この世界でもこれ。何も変えられてないんでね。ちょっと変えたところで意味がないかなって感じもするんすけど、いずれなんか大きく変える。まあ、変えるんなら今だろうって感じもするんすけどね。1点取られてピンチを作って。1点1点で泣きを見てしまうチームなので、本当にこの1点を最初にやってしまったら負けや負けや負けなのか感が半端ない。もっと志高くやらして、野球を、野球って楽しくやるもんだと僕は思うし、やってきたしね。あー、もう1点のまんま試合は中盤、ここでの得点やっぱりないんだよな。柳は抑えてくれてるよ、あの1点だけだよ。あー、でここで1点返してくれて、待てよ、7回のマウンド、ここ大事なんよね。この同点に追いついた後とか、わりかしピッチャーがすぐピンチを作るので、ここまでの内容も完璧だからこそどうするか。これまでの流れとか考えたら、柳取ってまたピンチ作りそうだけど、まあトリマ生かしてみようか。作るなよ。あー、もうこれがあんのよ。とにかく歯車が全部噛み合ってない、全部ずれてるっていうね。ガッ
タガタのガッタガタのゴッタゴタのぐっちゃぐちゃ、何一つとしてまとまりがないチーム、それが中日ドラゴンズ。でもこのピンチを抑えるのがやはりプレイヤーのやるべきことだし、まあそれを本当果たせてないことがここまでの負けにつながっていて、今日はちょっと違った結果を生み出していきたいなと思ってる。あと一つばて7回裏の攻撃には期待はできないが、対話してみよう。無理からね、糸井の打球が抜けることはない、強打がいるから OK。 いつもなら失点するところ、今日は守ることができたからこそ、この後もよりね守ること重視していきましょう。ちょっといつもはピンチだけで終わらすことも多いですけど、始まりからやってもいいかもしれんね。プレイヤーとしてやっぱ今日は連敗を止められる一日かなという空気はそんなないですけどね別に。で打線は、おちょっと待てよ、柳の打席のところランナー一人出たな。ここでもう早くも代打送ろうというか、もう送らなきゃダメだよね。これ福田状態の良さもあるし、頼む、なんかないかな。あーよっしゃ、大島のタイムリーナイス。やはり頼りになるのはあの辺やな。素晴らしい大島で、祖父江が出てきたところ、ここからねちょっと俺の手でやるわ。先まともんプレイしてないこともあるしね、やっぱここからしっかりと抑えていきたいということもあるので、もう全守備の場面をこれから2イニング6つのアウトを奪っていこうと思う。1点を守りきることはこれまでできていないことは祖父江の数字が証明してる。でもここから抑えるんだ。状態はいいけど体力がね、連日にわたって登板してる。それでいて抑えてないんだから出てくんなやっちゅう話なんだけど、まあ今セットアッパーですからね。これがセットバッター状態いい梅野、ちょっと嫌なイメージがあるな。状態の良さ的にね、梅野単体には怖さはないけども、状態いいってだけで怖いのがこのパワープロ、難易度パワフルですから。いい感じの配球はできているぞ。でこの流れで外すら絶対振るやろ。振るけど打ってくるんだね。あーこれアリエルマルティネスも守備固め送った方がいいな。誰つかすねん言うたらトリマ加藤でいいかな、守備能力が高いので。さあこの1点を守りきりましょう絶対に。これ待てよ、初球初球初球、強打が掴んでセカンドアウト、ファーストアウト、ナイス強打。今強打だからアウトにできた。やっぱこういう部分を見てたら強打って使いたくなるよな。あんな打撃成績でもやっぱ使わざるを得ないというか、中日のある種生命線だと思うんだよ。今後中日が飛躍的に強くなるとき、それは強打の覚醒があってめちゃくちゃやばい打撃成績を残し、今の守備能力を維持すること、そういう世界があればね、必ず中日は伸びると思う。でも強打がいつまでたってもあんな強打やから、いつまでも弱い中日がいるんですけどね。この世界では何か一つをきっかけに強打がブレイクするみたいなことねえかな。打撃成績さえついてきたら本当に世界最強の遊撃手ですよ。大げさな表現ではない、マジでそれだけ守備能力が高く、そこは勝っとるから。他球団ファンのピーマンも強打ちょっと守備能力は羨ましいなと思うことは多々あるけどな。打撃はあれやけど、これは強打が掴んで、ただね平凡なミスも多い選手なんで、そこはちょっと怖いかな。この場面では何のやらかしもなかった。あと1イニング3つのアウトの前に3番阿部から始まるところ、得点はないのね。分かってたけどな。ライマルが出てきて最後守護神で抑える。それもまたできてないよ。それは数字が証明してるでしょ。防御率 3.68。クローザーもあかんチームや。いや、すべてがあかんチームや。3番の近本から始まるところ。まあ、守備位置に関しては定位置。いや、種族警戒にしておいて、まずはバットに当てささない状況を作ることやな。当たって、でもそこには強打。いいね、そこに集中しているわ。で、佐藤輝明も怖いぞ。今日ホームラン打ってるけど、直球をすごい弾き返されるイメージがあるから変化球。あ、でも対変化球持ちなんで、変化球の方がちょっとやばいのか。直球でいった方がいいのかな。まあ、そんな簡単には打てへんでしょうね。ライマルの直球も追い込むことができて。ちょっと低め続けすぎかな。でも高め行くの勇気いるだろ、これ。お前、どうするっちゅう話。これまたローボールヒッター持っとるから、低めの方が怖いんですけどね。でも印象としては高めの方が怖い。やっぱ長打ある選手に高めってかなり嫌なイメージがあるけど、ここは若干、あー、いいとこついたんだけどな。もうこれアウトコースの直球しかない。はい、また強打、よかった。そこに集まってきてくれてるのでミスもないし、あと一つのアウト。すんげえ大げさな感じになってきてるけど、優勝が目前あるみたいな雰囲気ですけど、全然ちゃうからね。ただ連敗を止めるだけのゲームやから。でも俺的にはそれだけ重要なゲームだと思う。こんなところで嫉妬は絶対投げないよね。今日一球も投げてないよ。だからこそ最後まできっちりと絶対に。いい球投げれば抑えれる。そういう選手が揃ってるんだよ。結局はいい球投げれてない状況を作り出してる俺だからこそ、中日も負けてたが、ようやく抑えて連敗ストップ。前のように10連敗とはならなかったですね。それにほっとしてるし、でも逆にそんなことに喜ぶなと。今のこの現状を変えられるように努力しろっちゅう話でしょ。このゲームに関しては中日らしい勝ち方をお届けできたんじゃないかな。やっぱ今の中日が勝つためには最小得点で最小失点で守って勝つってことしかないと思うんだよ。得点を取りまくって勝つ
まあそれもあるかもしれないけど、ごく稀にね、こういう勝ち方が基本になるからこそしっかりと抑えていかないとダメだったけど、ここまではできなかった。じゃあこれからできるのかって言われたら、いや多分できないと思う。今日の1日限定で終わりそう。そしてこの試合終わり、メガホンが発売され選手の状態が上がり、おお今日抑えてくれた柳の状態が上がった。で続けて祖父江、ああいいですね。最後に大島、ああいいね、全員主力じゃないですか。この辺状態上がったら中日も上に上がっていけるってわけではない。悲しいかな、そんな劇的に変われない。何度も繰り返してるけど、そんな簡単に変われるチームだったらもう強いから、こんな負けてないから。変われなかった過去があって今があるから、これから先の未来もあるんです。そんな簡単に人は球団は変われない。選手だってそんなやる気ないねん。状態悪い選手がこれだけいて、トングン下位打線の高橋周平とかひってえし、数字もひってえし、いつまでたっても全く打たない。龍の未来を背負ってる男なんて言われてますけど、お前が未来だったら最悪やな。いや、お前が未来だったから今この現在があるんでしょ。こんな戦う顔してない奴らがたくさんいる。その流れでこのカードの勝ち越しはあるのか。できれば嬉しいし、できなくとも別に何も思わへん。納得してしまうような現状がいつだってあるのが中日ドラゴンズ。負けに納得できるし、これからのことだって全てに納得できるんで。とはいえのネガティブな言葉ばっか入ってますけど、やっぱり勝ちたいし、その気持ちは嘘ではないので、勝ち越しでいけたらそら理想的っすよ。一つのアウトも取れずに初回にピンチを作るのか。頑張っていこう言うとんのね、作るんや。そういえば今日先発の松葉、行方宣言したんじゃなかったっけな。中日から自国から離れようとしてるリアルな松葉は。ただ残念、この世界ではまだまだ自国な日々を共に歩くことになるからさ、絶対に離さへんからな。シーズンの途中でお前が出ていくような状況も作らへんし、そんな状況はうちから出すという選択肢以外はないんだから、お前は最後まで飼い殺してやる予定だからよろしく。その中抑えてくれたらいいんですけどね。まあ、初回からのこのピンチ、失点は免れんでしょうな。ノーアウトランナー二塁三塁になっちゃったよ。もう1点2点はあいつまって、ああ今日はもう典型的なね、いつものやつ、いつものやつ。これはもう中日うんぬん関係ないです。俺がプレイした際にこういう打球が落ち始めたらもうどうしようもない時なんでね。1試合目ってこういう打球落ちてたでしょ。このゲームに関してもバンデリンドーム、こういうホームラン打てるやつがうちに欲しいなって思います。佐藤輝明をトレードで取る、しかし金銭トレードはこのシリーズできないからな。選手トレードで取るってなったらどれくらいのレベル差し出さなあかんのんやろか。で取ったら逆に打たなくなりそうやね。なんか中日色に即染まって。初回からの4点、もう先ほどとは全く違うゲーム展開になりますね。特に注目することもないんじゃない。ほらほらほら、またピンチを作る。 FA で出ていこうとしてるんだけど誰も買い取り手がないから結局残ることになるな。まだまだ時刻楽しもうぜ。リアルな松葉だってここから離れちゃダメだよ。なんか腹立つんだよね、いち早く出ていこうとしてる松葉に。何にもやってない男がさ、変えろよこの現状を。お前の力で変えられないの、何どこ行こうとしとんねん。このチームで全く活躍できない選手は他のチーム行ったって全く活躍できないんだからね。きっとそれは絶対強打が掴んでいい守備。さっきから強打の守備が目立つな。もうこういうとこ見ちゃったら余計に変えられないじゃないですか。リアルな中日立浪やなが強打を外してた時期があったりとかさ、他の選手を遊撃手で使ってたりとか今季割りかししましたけど、この世界はそういう選択肢ない。二軍にいいやつがいるかって言われたらおらへんし、若手育成とかもしなくていいシリーズなんで1年限りだから余計外せないっていうね。打率も1割2分台になりましたけど、あえてここでロハスジュニアにホームラン打たれる。点差をじわじわ詰め寄っていたのにもかかわらずこのタイミングで打たれるのか。リリーバーがな全く役に立たへんし、ピンチ作ってノーアウト1塁2塁だって。もう試合は決まっとるも同然なんや。その中でこんなピンチを作る意味あんのか。うわーで阪神打線もこんなところでバント、まだまだ取ろうとしてきてますよ貪欲に。その貪欲な気持ちはこっちにあったらいいんですけど、あーかもう負ける時の典型的なパターンやね。嫉妬癖も働き出したよ。もうどうしようもない。まあ負けゲームだということはすでに理解してるんで、別にこの後打たれても問題はないけど、ごめんそういう感情になってしまうんだよね。あー犠牲フライには十分で、また点差が開いて、まだ終わりじゃないんだよね、まだ続くんだよね。その中嫉妬だって投げちゃうからね、もう全く役に立たない。もうビハインドで投げる投手はせめてピンチを作らずさっといってくれ。この場面をプレイヤーとして注目してやることは何にも意味ないからね。一応ピンチでやると言ってる手前やってるってだけの話であって、やって抑えることに意味もないし、打たれることにも意味がないから、もう所詮は負けゲームなんでね、何の意味もない場面を何の意味もなくお届けしてるだけですよ今ね。あーもう嫉妬癖が働き出してるんで、どうしようもない。全然リリースが安定しない。リリースの特殊能力がついてるのに、そしてこういう打球が引き続き落ちまくる。もういいんじゃないですかね。中日相手8点取る理由ないんすよ。どんだけお前がめついねん。なんか大阪というか関西勢の悪いとこ出ちゃってるよ。そんなにね貪欲になる必要ないの。今取りまくれみたいな、そんないらへんのよ。そういうとこがあかんとこやと思うな。関西人の関西人ディスが急に始まったけどね、実際そうですよ。がめついねんって話でしょ。はい、でこの打球はホームランになるか。いやもうバンデリンドーム中途半端やな。3000
嫌な結果になりました。前の試合のように緊張感ある場面をプレイできたらそれは良かったし、それをお届けするシリーズなんですけどね。前日あんな感じで抑えたと。は？山本じゃない、石川貴也にホームランが生まれましたね。ちょっとびっくりした。今季第1号ですわ。代打で出てきた。まあ意味ないけどな、こんな点差で打つことに。意味ないぞ意味ないぞ。こんな点差になり始めたらそんな5点取るようなこといらないからさ。普段から取ってくれたらいいの。6点目まで取って、でも6点で終わるっていうのが中日ドラゴンズ。いつものやつ、いつものやつ。まず投手が守りきれないやつ。それでいて、そういう点差になってから急に打ち始める野手。6点取る子なんて日頃ないじゃないですか。でもこういうゲーム展開になったら取んのよね。まあそれはもうこんな点差だから阪神も適当なピッチャー使っていたからっていうのももちろんありますよ。だからといって別にここで打つ必要もないんだよね。完全な負けゲームなら球場の空気とかも選手個人が分かってる話じゃないですか。ちゃっちゃと試合を終わらすことがある意味一番のファンサービスなんですけど、その一番のファンサービスをしないっていうね。何が楽しくて中日なんか応援してるんだろうな。まあさすが負けたらファンは減りますけど、それでも500人、こんな負け方してよ。中日ファンって世界一優しいファンじゃないかな。それに甘えて弱い中日っていうのがいつまでもいるのかもしれない。もっと厳しいやとか送った方がいいよ。阪神並みん、神宮のヤクルトファン並みん、ゴラーとか言ってもいいよ。それをやらないからいつまでたっても甘えて甘えて弱い中日がいて、あなた方それでいいんですか？強い中日を見たいのであれば、あなた方も強く選手に当たりましょう、球団に当たりましょう。そうする必要があるの。そういうことしないのであればいつまでたっても弱い中日がいると思います。大きなお世話かもしれないけど、これは客観的な事実。今回も当然のごとく負け越して、それにもよってシートのゲーム差は 21.5 ゲーム差、ついには20ゲーム差が106試合を残した現在である。それだけ1位のチームが強く、一番下のチームが弱い、両極端なリーグですよね。1位は勝率8割6分1位、俺が操作してた時より勝ってんな。やっぱそれだけのポテンシャルはあるし、そこに対する驚きはいつまで経ってもないですよ。これから先の未来だってないけどな。そして今中日が弱い理由もわかる。投手がまず抑えきれてないこと、いつまで経っても野手に関しても全然打てないこと、打ってんのはもう一部の選手です。大島安定感ある数字を毎年残してくれてる。そして阿部もね、数字はだいぶ落ちてきたけど、それでもまだ高い水準はキープしてくれていて、5番の木下に関しても9大点かな。まあ、キャッチャーということを考えたら2割5分打ってる時点でいいし、ホームランだってチームで一番打ってくれてる、打点も20打点なんで、9大点というか普通にクリーンアップとして優秀な選手ですよ。ただいつまで経ってもビシエドの数字が上がらへんし、も特に高橋周平とか京田、いや京田はええねん、京田も守りの選手やから。周平はちゃうやろ、守りもある選手だけど、お前は打ってなんぼのポジション守っとんのやから、まず打てよ。でも打たない。これやっぱポジションとか並びとか絶対変えた方がいいよな。それこそ三塁手というポジションであれば石川貴也を起用していくのいいんじゃない。先ほど今季第1号打ってくれましたよ。能力的にはやはり中日の選手らしからぬパワーを持ってる、魅力的ですよね。当てる技術に関してはないのは仕方がないけど、それはこれから手に入れていけばいい。使わないとやっぱ若手の覚醒っていうのはないから、いつまでも打たないようなポンコツを使い続けるのであれば、打たないかもしれないですけど若く将来性もある選手を使った方がいいと思うので、これから三塁手は石川貴也で、並びに関しても木下を4番にする。もうビシエドがとにかく打たなさすぎるんで、これも外した方がいいけど、じゃあ一塁手誰守らすねん、おるか言われたらおらへんねん。消去法的にこれからも使い続けなきゃダメなんだけど、クリーンアップは任したくないんだよね。だから6番。かといってアリエル・マルティネスもスタメンで使い始めて全然打たへんねん。1割8ボリ2ホーマー4打点中日の野手の助っ人みんなズタボロじゃん。こんなやつが5番におったら余計打てなくなるんで、それこそもういっそのこと期待して石川貴也5番任せましょう。絶対あってはならない光景ですよ。下位打線で使うんだったらまだしも、ここでこの時期に使うっていうのは通常あってはいけないことだけど、そういう状況が来てしまってるから、この並びで上位に比較的打てる選手を並べてみたが、それが次回以降何か影響があるかって言われたら今の時点では分からん。そして次回からまた地獄な1週間が始まります。まず火曜日ヤクルト戦からスタートして、その後巨人戦、村上と戦い続ける1週間が始まろうとしている。こんな流れでな、やりたくないのが本音ですが、やらないという選択肢は今の俺たち中日にはないわけなので、地獄だと分かっていてもこの1週間をプレイする模様を次回からお届けしていきます。興味があれば見てくださると嬉しいです。今回動画最後までご視聴いただきありがとうございました。